北山駅は愛知県名古屋市森山区北山2丁目にある名鉄瀬戸線の駅。駅番号は ST11。当駅の場所には古くから変電所などが設置されていたが、駅は存在しなかった。1927年7月1日、木造平屋建ての駅舎を設置し、駅として開設された。1964年3月6日、 鉄筋コンクリート4階建ての駅ビルが完成し、同ビル1階を駅舎として、東側の建築に隣接した場所に移転した。駅ビルは、駅舎のほか、瀬戸線の運転指令と乗務区が併設され、名鉄系のスーパーマーケット名鉄ショッピーが入居する複合ビルであった。駅ビルに面した単式ホームと、島式ホームを有する2面3線の駅であった。3番線は、 北山を奇襲点とする列車専用で栄町方面の線路と駅東側の留置線及び建築を結んでいた。駅舎と2.3番線は構内踏切で結ばれていた。踏切を挟んだ反対の西側には1964年の駅舎移転以前の旧ホーム跡地を利用した有効町6両分の留置線が一本あった。駅東側には 戦災で消失した大曽根工場に代わって、1946年に開設された旧北山建築があった。建築は2007年6月30日、在籍車両の増加と設備の老朽化のため、尾張旭朝日駅西側に新設された尾張旭朝日建へ移転した。北山建築は、敷地面積4440平方メートル、検査ピットは2カ所で、 五両の留置が可能であった。セット線全車両の日常検査、月検査、列車検査、事故対応を行っていた。重要部検査、全般検査の場合、車体と車体付属機器のみ担当し、床下機器は取り外して、埋目検査場へ輸送し、検査を行っていた。また、重要部検査、全般検査は犬山検査場の係員が派遣されていた。 検築移転後もしばらくは、レンガ作りの旧北山編電所や、木造の研修庫など王子を忍ばせる姿が見られたが、高架化事業の進展に伴い、解体撤去された。ただし、検築が存在した名残で、現在でも、早朝、夜間に、北山始発、終着の列車があり、北山上無区があるため乗務員はここで交代する。瀬戸線内で、唯一、 1978年の栄町駅乗り入れ後に駅設備の大改修を行ったことがない駅であった。しかし2008年から小畑駅、大森、近所学院前駅間の高架化工事が開始されたことに伴い、当駅を高架駅とする整備が始まった。整備工事の開始ともに旧駅ビルは解体され2016年9月17日に下りホームが 2018年3月17日に、上りホームが東側へ移設され、仮ホームとなった。4両編成対応の2面3線の地上駅である。高架加工時中の仮駅であり、1番線が大避線、2番線が下り本線、3番線が上り、本線になっている。2番線と3番線は、島式ホームを挟んだ形になっているが、2番線側には、 柵が設置されており、同ホームから下り列車に乗車することはできない。改札口とホームにフルカラー LED 式列車案内が設置されている。列車接近などの案内は自動放送による。仮ホーム移転に伴い、尾張瀬戸川にあった片渡り線も撤去されたため、栄町方面から来た当駅止まりは一番線でそのまま夜間大白を行うか。 終わり朝日駅まで改装される形に変更されている。2021年5月のダイヤ改正により日中の休校が消滅したため当たり駅の一番線にて休日日中に車両留置が行われるようになった。一般国道302号及び都市計画道路、森山本通線と名古屋鉄道瀬戸線の立体交差事業による小畑駅、大森。 金城学院前駅間の高架化工事に伴い、当駅を2面4線ホームで退避設備を有し、6両編成に対応した高架駅とする整備が始まっている。高架化工事は、当初は2013年度完成予定とされたが、2023年度完成予定に延期されている。最寄りのバス停は、北三条及び大森工場となる。以下の路線が乗り入れ、すべて、 名古屋市交通局により運行されている。昭和50年代までは、瀬戸や長久手などの方面に多数の名鉄バスが走っていたが、機関バス新出来町線の運行開始と前後して、ほぼ全廃された。もともと建築の一部を利用して設置されたため、1500ボルト昇圧、栄町乗り入れ工事の一環として、4両編成に、 対応するためホームの重上げ及び延長を行った際も、検尺との引き込み線を兼ねていた3番線は、用地の関係でホームの延長ができなかった。そのため、3番線のホームは有効長が1.5両分、非常に短く、運行時にドアカットをして、栄町寄りの先頭1両しかドアの開閉取り扱いをしなかった。1500ボルト昇圧後何年かは、 3番線に入線する列車は4両すべてのドアの開閉取り扱いをしており、駅ではホームがない部分に扉が開いていますから近寄らないでくださいという掲示を出し、車内から転落しないよう客に注意を呼びかけていた。また、終わり朝日方面からは3番線には入れない配線となっていたため、主運転列車など終わり朝日方面から来て、 当駅で折り返す列車は2番線に到着してそのまま折り返して発車していたこの構内踏切の遮断機は2009年2月6日から自動化されるまで長年駅員の手動操作により開閉していた。仮ホームは改札口から線路に並行する通路と構内踏切でつながり従来より駅舎から遠くなった。また、 3番ホームのドアカットは解消された1番線が退避線になったことで、構造上は瀬戸線では初めて列車退避が可能になった。ただし、1番線は主に夜間対白に使われており、定期列車が当駅で環球接続を行うことはない。徳田光一、名鉄電車昭和ノスタルジー z t b パブリッシング、1994年、117ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、1012ページ。伊藤慎吾、検築の概要、鉄道ピクトリアル第771巻、電気車研究会、2006年1月、64ページ。宮脇俊造、原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年。 ISBN 978から40億9395万4112日本鉄道旅行地図帳追加定保7号東海鉄道フォーラム名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年976ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年 ピアニッシュも462、1012。清水武氏名鉄、瀬戸線栄町乗り入れ開始、鉄道ピクトリアル第355巻、電気車研究会、1978年12月、70から71ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、570ページ。 北山駅付近鉄道高架化事業に伴い9月17日から北山駅付近の下り線と一部上り線を仮線に切り替えて運行します。名古屋鉄道2016年8月16日 AB 北山路線一覧名古屋鉄道2021年10月3日閲覧北山駅付近鉄道高架化事業に伴い3月10日から北山駅付近の上り線を 仮線に切り替えて運行します。名古屋鉄道、2018年2月23日。AB 一般国道302号及び、都市計画道路森山本通線と、名古屋鉄道瀬戸線との立体交差事業、名古屋市、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。 名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。北山建築に関するカテゴリー。ありがとうございます。